銃社会のアメリカと違い、銃は日本に住む一般人にはあまり馴染みがないはずですが、2018年の2月に銃を持っているというなんとも興味深そうなスレが立ちました。実銃持ってるけど質問ある？興味があるとか手続き中とかでも何でもいいよ。適当に答えるわ。猟銃？狩猟用とスポーツ用が一丁ずつ。日本だとどっちも猟銃って扱いなんだけどな。銃剣は持ってる？ないわ。あれ銃につける機会ないくせに、団体の穴二つ使うから嫌い。やっぱ新聞紙に包んで保管するの？何それは、んなことしないよ。自殺に困らなそうで何より。まあ確かに困らないわな。ただ引き金引くのって結構大変なんだわ。何人やったの？狩猟なら数十頭程度の新米。基本はスポーツ射撃だから。好きな武器は？そりゃショットガンで、ゲームとかじゃ使いづらかったりするけどな。クレー射撃するの？するぞ。トラックしかやらないけどな。どうせショットガンかライフルでしょ？合法の。そりゃそうでしょ。手入れとか自分でやってんの？できる範囲で。ハーフライフルには手出さないの？大物戦だから欲しいけど金がね。猟銃所持許可もらうとき、どこに素性調査の連絡来た？所属してる鉄砲屋の射撃クラブだったわ。銃砲店ってそこらにあるの？都市部ならそこそこ。秋葉原からなら浜田屋三振が近いかな？扱うのが難しい銃は？知らんけど狩猟免許の実技での水平2連。古い銃は結合がうまくいかなくて焦るわ。ああいう店って銃の所持資格がないと入れないん？手続き中でも入れるし触らせてくれるぞ。ただあまりに不審な奴は知らんわ。友達がスキートやってるわ。一回見に行ったけど迫力あるな。スキートは的が近いし迫力あるよな。年齢はまあ若者、片手で撃つのは無理だし無理そう。スレ主は銃を持っている証拠として、ガンロッカーの画像を上げていました。人を簡単に殺せる銃の所持ということで、規制に関する話も。射撃クラブに所属してないと、銃持てなくしてほしいわ。それでネクラな奴の乱射事件は防げる。すっげえよくわかるわ。無所属のよくわからん奴は確かに怖い。ただクラブにいてもちゃんと活動してるかわからないんだよな。海外で実弾射撃したけど昇降系でも反動が腕にずしんとくる。あと音が半端なくうるさいのを覚えてる。三弾以外撃ったことないから羨ましいわ。ちな12番の療養スラグはクソ反動きついぞ。10発で嫌になる。猟銃の試験って分解結合もやるんだな。結構面白そう。うちでは7項目あった気がする。両体での動きとか銃の受け渡し方法とかな。アメリカで事件が起きるも銃規制のスレが立つけど、日本の銃社会の話はあまりしないのな。こっちの方がよほど身近だと思うんだけどな。弾が手に入らなきゃ乱射するにもできないからね。弾の管理も結構ガバガバなんだけど、不覚は言うまい。チナ800発まで家で保管できるから、やろうと思えば。家の中で立てこもって乱射すれば、警察が射殺するまでは鉄壁の要塞になりそうだな。800発って恐ろしいな。日本の銃規制はトップクラスらしいしな。実際単発ライフルで警官が車で撃ちまくるってなるとかなり無理がありそうだけど、実銃持ってる側からするとどうなの？マジでやるなら入念に準備するから、拳銃持ったやつなんて相手にならんわ。住宅街や田舎でゲリラ戦やられたら、相当大変なんじゃない？そりゃ交番の警官も銃持ってるわけだしな。やっぱ手続きって難しいもんなの。担当の警官次第だわ。友達に聞くと役所仕事のところもあれば、圧迫面接してくるところもあるみたいな。散弾銃じゃなくてライフルは所持は厳しいの？競技用なら段位審査がいる、狩猟なら許可取って10年とかその他特別な審査が必要だな。かなり面倒だと思うわ。現実的なところでいくら必要なの？あと維持費とかも。許可取るまでも、6万円、銃と備品は安ければ10万で揃う。現実的には総額20万は欲しいな。そういや日本人が薬莢に火薬やら色々詰めてる動画見たことあるんだけど、散弾ってあれ自分で調整したりするの？しないけどできるぞ。ライフル射撃のベンチレスト競技ならハンドロードやって当たり前らしい。散弾の場合、クレー射撃ならコスパ悪くてやらないだろうね。スラグ打ちならないこともない。銃つながりで狩猟についての質問をするスレ住民もいるようです。買ったイノシシらは個人で食えるの？あれやこれやありまして売っちゃいました。これ私の獲物として食べてもいいですか？みたいな申請とか必要なのか？食えるぞ、うまいとは限らんけど。うちだと容器終わりにどこで何取ったかアンケート書かされるわ。販売すらなら別の許可がいるからやめとき。なんか殺してんの？罪悪感みたいなのある？釣りみたいなもん。あとは想像に任せるわ。イノシシとか鹿って肝炎ウイルス持ってたりするんでしょ？あれは肝臓を生で食べなきゃ平気なの？他の部位なら生肉とか食べていいの？俺は基本生で食わんわ。心臓とか金玉とか珍味らしいけどな。イノシシの内臓食って緊急手術した例を公衆で聞いたから、空気にならないな。昔、絵本で読んだ鹿肉を香草で煮込んだシチューが、めっちゃうまそうでいつか食べてみたいって思ってるんだけど、美味しかった肉、料理方法を教えてほしい。イノシシと鹿が一応専門だけどピンキリな感じはするわ。鹿のセロースは結構いける。ヤバそうなのはミンチにして、牛肉と混ぜればなんとかなる気がする。陸地、鉄砲に詳しそうだから聞くけど、俺のじいちゃん漁師だったんだよね。それで昭和期にイノシシ用に使ってた鉄砲って何かわかるかな？
すまん、その情報じゃさっぱりわからん。イノシシなら三段だと思うけどそこまでだわ。写真によると三段銃っぽいフォルムで、単発だったらしい。犬を使った狩猟。犬使うってのはまた風流だな。単発なら三段のどれでも使えるから、なおわからん。九州の硬い中ですら鉛弾禁止区域出てきてるけどそっちはどう？ぶっちゃけお財布には優しくないよね。そうなんだ、北海道じゃ鉛禁止って聞くけど、九州も大変そうだな。俺は狩猟よりトラップメインなんだけど、いつ規制が来るのやら。なんか本当は1年しか経験ないのに、警察がまくらかして許可もらって、ライフル銃持ってる人の話聞いたことあるんだけど可能なの？ちなくそ田舎。田舎なら有害動物駆除って目的で、10年以内でも許可降りるんじゃないか。他にも害獣駆除用みたいな仕事でやってる人たちでも降りた気がする。10年ってのはあくまで何もしてないやつ対象だから。マジで銃持ってるなら、どのメーカーのどの製品なのか教えてほしい。打ち味とかそのあたりも頼む。特価へ引っかえ銃撃てるわけじゃないからな。持ってるのは弥勒の上下2連とベネリの自動だわ。競技用の2連の散弾銃。大門刑事みたいなガシャコンってする散弾銃。佐世保のやつが持ってたオートマチックの散弾銃。それぞれいくらくらいするの？どれも初心者なら値段に大差ない5、6万とか。上下2連ならベレッタの686とかたまに安く売ってたりな。主要なら自動が人気な気がする。スライド式はいちいち面倒くさいし、ガタがあると運ぶときカチャカチャなってうるさいんじゃ。銃手に入れるまで大変だった。せやな、中学校時代まで遡られるからな。ああそうなの？まあ簡単に手に入ると、銃持ってる人だらけになるもんな。手続き自体はそんな厳しくないわ。警察の手続きは平日のみなのと、職場に聞き込みいるかもしれないから面倒なんじゃ。銃買って何に使うんだよ。人でも撃つのか？害獣か的だな。俺に言わせれば銃なんてスポーツ用品だし。自衛隊が壊滅して、中国軍が上陸した時はよろしくお願いします。やめきくりー、ゾンビ対策なら任せろ。黙っていくらなの？あと買いだめとかできるの？スポーツ用の7半とか9号なら1つ40円くらいで25発1000円強かな。両用のスラグは1発250円くらいしてクソ高い。家に保管できるのは800発まで。人を撃ちたくなったりとかしたことある？ふとしたきっかけとかで。ないな、そんなん怖いわ。包丁握ったらって人殺したくなったりしないでしょ。スレはこのあたりで終わっていました。銃を持っていると殺人の道具のように思われることもあるでしょうが、スレ主の包丁の例えは秀逸ですね。さて続いては、2020年の4月に建てられたスレです。国内で許可を受けて銃所持してるけど質問ある？暇なので質問に答えます。三段銃？イエス三段銃。上下2連と自動式。弾一発いくら？弾は物によって。競技用各国例は一発40円前後。四つ足大物獣用は一発200から800円くらい。俺も持ってるわ。許可取るとき警察署でめちゃくちゃ渋られるんだよな。二丁目の申請のときはかなり質問攻めだったな。狩猟？罠用しないの？狩猟専門だな。狩猟免許も一種かっこ重量しか持ってない。家から山が遠いから罠仕掛けるの大変。なんで持ってるの？趣味。あとジビエが食べたいから。取ろうか悩んでるんだけど近隣住民への聞き込みって、普段近所付き合いなくても大丈夫？住んでる自治体によるけど、近隣への聞き込みは普通、人をこちらから指定して、〇〇さんが銃持つって言ってるけどどう？って聞かれるらしい。プラス職場訪問もあるみたい。俺は職業柄あんまりそういう話をされると困るから、お手柔らかにと伝えたら、職場訪問もなかったし、近所への聞き込みも無作為に、この辺治安どう？変な人いない？だけだった。ぶっちゃけ取ろうと思ったら、誰でも金払えば取れるの？人的結核事項かっこヤクザとかシャブ中とか精神的に疾患があるとかがなければ基本的には、あとは周りの評判と心配が結構影響する。所持する銃の関係で所持できない場合もあって、軍用銃とか明らかに日本国内での用途にそぐわない場合は許可が下りない。自宅に射撃場って作れるん？作れるらしいぜ。よくあるかっこないけどのは空気銃の射撃レンジを地下に作る人。ガチ勢はクレー射撃場を個人所有してるんだってさ。国の基準かっこ内閣フレーに合っていれば大丈夫なんだって。でも多くの人は自分だけが使うんだと割に合わないから、一般開放してお金取って経営してる。猟銃か。なんて型番の銃なの？細かい型番は見バレすっからかけないけど、日光っていう古い国産メーカーの上下2連と、レミントンの M870 とベレッタの A400。メンタル患ったら没収されるの？年に1回かっこ今年はコロナで延期だけど銃検ってのがあって、そこで銃の検査と人の点検をされる。昔やんだ人が乱射しちゃった事件があって、それ以来厳しくなったみたい。詳しくは佐世保乱射で検索。メンタルを見てるんだと思うけど、最初の申請はかなり辛辣なこと言われたり対応されたりする。俺は後から、失礼なこと言ってすみません。切れないか反応見てました？と言われた。一緒にやる人どれくらいいる？仲間は一応20人くらいだけど、毎回顔合わせるのは5人くらい。幽霊部員みたいな人もいる。猟友会所属してるなら猟友会内の人間関係面倒だなと思うところとか、逆に所属しててよかったこととか知りたい。
一般の方が知らない世界、猟友会だけど、実はみんな誤解してる。猟友会矢印保険や手続きの窓口になっている団体。だから、人間関係は特に生まれない括弧上層部は別。上層部が飲み会やろうとか言って、若手を呼び出す場合も別。猟体矢印実際に猟をするグループ。人間関係はここを基盤に生まれる。古くからある猟体だと、猟友会の上層部が加入してて、猟会が曖昧になってる場合もある。ベテランハンターが一番気にしててギクシャクするのは、猟友会の利権である有害鳥獣の駆除。市町村からお金もらえるやつね。人数に制約があるから、これが結構揉める。俺はそれが嫌なので、所属はしているけど括弧保険が楽だから、別の猟体に入れてもらって参加してる。じゃあ銃の所持資格持ってない人が、資格持ってる人に銃借りて撃たせてもらうことってできるん？それをすると所持者と、借りた人ともに逮捕。触れるだけでアウト。銃の許可受けてる人でも、他の人の銃に触れたらアウト。山で怪我して仕方ない時とかは特例でセーフ。当然撃つのはアウトだけど、銃関係のスレでは、やはり、人を撃ちたくなるか？という質問が多く寄せられます。人を撃ってみたいと思ったことある？人に向けるなんて考えたこともないし、想像するだけで怖い。海外だけど先輩の猟友に、銃事故で亡くなった方がいて、いつも笑顔の先輩がその話をしてくれた時だけは真剣な顔してて、絶対に気をつけなければいけないんだなって思いました。田舎に帰るとたまに、赤い薬莢と青い薬莢落ちてるんだけど、両者の違いは何？ブランド。拾ってみれたら、数字を見てくれ。12-24-110はそれぞれ口径。24g、28g、32g、35g は飛ぶ鉛の重さ括弧量。1から 7.5 までの数字は粒のサイズ。括弧獲物によって変える。SLUG は一発玉。ブランドだったのか。口径12と410だとだいぶ違うように感じるな。どっちが大きいと思う？410だと思うだろ？ところが12の方がうんとでかい。12番は昔の火薬プラス昔の銃で12分の1ポンドの鉛を用途で開発されたサイズ。410番は 0.41 インチ。ヤードポンド砲波、く。ちな、散弾銃の場合は口径ではなくて半径。同じ12番の銃でも、銃によって弾の密集度を調整するために銃口のサイズが違うから。基本 18.5mm なんだけど、17.8mm のものもあれば、逆に 18.8mm とかでラッパみたいになってるのもある。スレ主は銃の許可の取り方や、猟体への入り方なども詳しく教えてくれるようです。銃の所持に関する質問があったので解説。銃欲しい、警察署括弧生活安全会区、学科試験の申し込み括弧軽い面接、学科試験、学科試験合格、合格を警察署に連絡、医者行く、精神異常なしを診断書もらう、自己破産してない証明書役所でもらう。警察に改めて来訪、圧迫面接、取り調べ、身辺調査、実技試験受験資格ゲット、実技試験。実技試験合格、鉄砲屋2号、銃決める、書類もらう、警察署に提出、許可証発行、許可証持って鉄砲屋。銃ゲット、銃持って警察署、買った銃と届けた銃が一緒か確認、晴れて銃所持。こうやって書くと長いけど、詰めれば3ヶ月で全部取れる。値段は銃なしで10万ちょい。平日丸1日と、夕方警察署に行ける日が6日あれば大丈夫。猟体ってのはどうやって入るの？俺は射撃場でスカウトされた。若い人は結構射撃場とか鉄砲屋でスカウトされるからすぐ見つかる。年いってから第二の人生で始めた人は、伸びしろがないからスカウトされない。自分で輪の中に入っていくか、警察に聞いて人脈持ってそうな人を紹介してもらう。左が効き目って不利？確かに不利ではある。でも基本散弾銃は両目で目測するし、弾だって広がるし、ライフルと比べたらまだ大丈夫。片目で見るとクレイなんて見えなくて変なところ撃っちゃうし。そもそも狩猟を始めようと思ったきっかけは何なんだ？ジビエが食べたいから。あとはクレイ射撃に興味があった。もともと料理とミリタリーが好きだったから。自然とそっちに興味が湧いた。実際の狩猟はミリタリーかっこサバゲーなんかとかけ離れた。重い銃を厚着して冬山を登るドマゾ登山がほとんどだけど。視力良くなきゃなれないって印象。視力っていうか動体視力だね。あとは忍耐力と精神力、集中力だと思う。日本の国土的にそんな視力を使う猟場はないし、あったとしてもスコープ使うから。効率のために銃刀法無視してる人とかいる？いない。と言いたいけど、これが結構いる。特に高齢者。昔は緩かったからその名残もあるんだと思う。弾買うのって電子マネーみたいに弾数を警察署でチャージして買うんだけど。前に射撃場でヨボヨボのじいさんが来て、数百発の弾を箱から取り出してた。あまりに古い弾だから見てたら、これ、今朝掃除してたら納屋から出てきたんだって。普通散弾も購入も全部管理してるはずなのに。そういえばガキの頃に散弾の未使用の弾が畑に落ちてて、警察に届けたことあるけど、弾も所持に制限とかあんの？持ってるだけで処罰の対象になるとか。弾の購入の流れ。俺、弾買うから許可くれ。警察、オケ。2000発までなら買ってよし。ダタ800まで家に置いていいぞ。俺、オケ把握。俺、弾くれ。750。店、把握。250発1カートンで1000円割引ね。俺、ウッハお得。店、ハイ玉。
残り1258購入許可ね。俺、よ。800まで自宅保管かってことは、もし1000買って100しか使わなかったら、100は廃棄とか買ったところに引き取ってもらうとかになんの？しかしどんだけ使ったかとか自己申告なら、管理は結構ざるな予感。実際はそうなるね。管理に関しては、射撃場ならスコアカードがあるから、それが証明になる。でもたま自作する人もいるから結構、自覚を持って管理しないといけませんね。知り合いで明らかに頭おかしい奴がクレイ銃持ってて、毎回銃自慢されるんだがどうしたらええのん？なおクレイ銃にはほとんど行ってない様子。制度の名前忘れたけど密告制度がある。こいつ明らかに、って場合は匿名で再調査の依頼ができる。量じゃなくて競技だけ興味あるんだがどうしたらいい？銃の許可取るだけ。量は別の免許だからそっちを取らなければいい。最近増えてるみたいよ。そういう人、競技楽しいし汚れないからおすすめ。お肉食べたいから俺は量するけどな。誤射ってなんで起きるの？いろいろあると思うけど。銃の引き金って、バネを押さえているだけだから、落としたりしてバネの押さえが外れたら簡単に弾が出る。誤射が従って誤射が起きる理由はただ一つ。撃つとき以外弾を抜く脱法をしていないから。こちらのスレでも日本の銃規制に関する話題がありました。アパートやマンションだと、隣の部屋に通知しなきゃいけないってマジ？うちは親と不動産屋に伝えたよ。銃持ってるんですけど、ここに住めますか？って、大方このスレと同じこと聞かれて、誠意を持って説明したら許可下りた。日本は銃規制厳しすぎるよな。アメリカみたいに気軽に買えて気軽に乱射できる世の中になれば、少しは風通しが良くなるんだがな。俺はこれでいいと思う。むしろもっと厳しくしてもいいと思う。それくらい危険なものだし、それくらい覚悟持たないといけないもの。でも手数料はもう少し下げてほしい。銃の威力ってどんなもんなの？ギリギリ壊せるものを知りたい。壊せるか。海外と違って自由に物に撃てないからな。現実的な話、弾によると思う。弾というか、散弾銃の場合、粒のサイズ。粒が大きければ1キロくらいは飛ぶし、殺傷能力もある。小さいと100メートルやそこらで失速する。ゲームと違って銃の威力って一概には言えないね。何用の弾？って指定してくれればもう少し詳しく書ける。ターミネーターみたいに、ガシャってした後は撃つしかないの？必ず弾が抜けるようになってる。銃によってそれが煩雑な場合があるから初心者は上下2連がおぬぬめ。そうなんか、2連って何なの？2発まで連射できるってこと？引き金を引くたびに1発だけど、2発までは弾の装填や操作なしに撃てる。実は上下で銃口のサイズが違って、1発目括弧発やはより弾が散るように。2発目括弧後やはより弾が密集するように出る。カモやなんかが飛んで逃げていくときに当たりやすいようにそうなってる。連射って書いたのが悪かったけどイメージ通りだった。そういうことなのか。よくできてるな。仕組みは簡単だけど、作りはかなり緻密に作られてるよ。そこがまたロマンがあっていいよね。重量の資格って猟友会みたいの入らないと取れないの？警察が窓口。住所時と狩猟は管轄が違うから。警察で銃の許可もらって、都道府県の環境課から狩猟の許可もらって、県猟友会にお金払って保険に入り、猟をしたい都道府県に税金払って猟をする。こんな感じ。自己破産歴あるとなんで免許取得できないの？免許というか、許可だな。銃は免許制ではなく許可制なので、試験受かっても警察の機嫌が悪ければ所持できない。多分破産は犯罪に使う可能性じゃね？売るところに売れば高値になるし。弾の種類で威力がってのは言ってたけど、反動も変わってくる？インターネットだと型が外れるとかいう記事もあるけど。反動はわかりやすく変わってくる。型外れるは、経験ないからわからないけど、始めたての頃は 24g 相談かっこ弱いやつで内出血だった。鍛えられたのか、構えが変わったのかわからんが最近では今日相談でも結構大丈夫かっこ痛いけど。こちらのスレ主も狩猟をするということで、猟に関する質問もたくさんありました。獲物に鉛弾入ってるけど、捨てながら料理すんの？基本的にはぶち抜けてることがほとんどだけど、そうなるね。肉に加工するときに除去する感じ。稀に食べてるときに出てくるときがある。俺が撃ったんじゃない弾が入ってることがあるからな。腹に当たっちゃったら肉はうんこまみれになるん。そうなるね。イノシシとかは最悪だね。だから首狙う。当たれば即死、跳ねれば即死、下でも心臓、横は外れる。どこで狩りしてんの？メインは群馬。詳細は勘弁。あとは茨城でイノシシと北海道もたまに。福島も一回だけ。個人所有の山とかでやってんの？そうだね。基本的には、自治体が持ってて、町会長さん的な人に声をかけていく場合もある。国有林の時は申請出して、許可得たら入るって感じ。趣味で山奥に写真撮りに行くんだけど、熊やらイノシシやら結構怖い。割と真面目に猟銃所持者の同行サービスみたいなのがあれば金払えるんだけど、そういうマッチングサービスとかできないかな。狩猟者は猟期括弧11月15日くらいから2月15日くらいまでしか基本的には狩猟ができない。もちろんその時以外に猟銃を猟の目的で持ち歩くのも違法。猟期だったらありだけど、それ以外は難しいな。ゲームとか映画だと散弾銃で撃たれた相手が派手に飛ぶけどそんなことある？いやー、少なくとも獲物は飛ばねえな。
ゾンビとかで肉が腐ってれば飛ぶのかな。だとしたら投石で倒せる気がする。動物解体するときって吊るす？俺は吊るさない。鹿が多いからな。鹿は脂身が少ないし、皮がしっかりしてるから吊るさなくてもさばける。熊は吊るした方が楽なんだけど、機材がないから頑張ってお湯で洗いながら切る。自治体から害獣駆除依頼されたときって、日報出るんだよな。それって対象の危険度によって金額変わったりするん？自治体によるが日当はビビたるもん。一頭あたりの報奨金はある。だいたい鹿8000円、イノシシ1万、アライグマ1000円、カラス100円とかそんなん。有害鳥獣駆除やってる人の一番のメリットは、銃の更新時実技試験が免除されること。俺は実技試験各国例大好きだから有害はやってない。駆除依頼とかあるの？あるけど俺は言ってない。俺はあくまで食べるのが好きだし、住んでる地域的に実害がないから。でも実害がある地域があるのも事実だし、応援で呼ばれたら行くけど、既得権だから呼ばれない。麻酔黙って猟銃でも撃てるん？撃てない。ゴム弾なら撃てる。麻酔銃は所持許可の対象にならないから、多分民間人じゃ所持できないんじゃないかな。それに麻酔薬が手に入らないし。後輩で、四国の方で麻酔銃撃ってる人知ってるけど、奴は県庁の職員で、県庁が銃の所有者、使用者として登録してあるって言ってたような言ってなかったような。ゴム弾も店で買えるの？買えるよ。買ったことないからわからんが、多分普通の許可証だと買えないんだと思う。用途としては猿とかの有害鳥獣対策だから、駆除員なら買えるのかな。ゴムといってもゴムボールじゃなくて、輪ゴムの切れっぱしみたいなのがいっぱい詰まってる。超強力なゴムパッチンを一度に何回も食らう感じだと思われる。取った中で一番うまかったのは何のどこ？みんなが言うのは熊の腕。俺が好きなのは鹿のセロース。癖がなくてステーキもうまいし薄切りですき焼きもうまいし、ひき肉でハンバーグもうまいし燻製でジャーキーもうまい。山で何か恐怖体験ある？鹿打ち終わって、脱法し終わった後に、視野の端っこに黒くて音もなく走る影を見た時かな。多分あれ熊。発砲音でびっくりしたんだと思う。実際に銃を持っているスレ主からすると、映画やドラマなどの創作物での銃の取り扱いに違和感を覚えるところがあるようです。撃った直後のから薬莢は熱々なの？連発すると熱いね。でも薬莢はプラスチックだからそんなに。重心は熱い。稀な状況だけど、ストイックに同じ角度の射撃を何回も練習するときとかで、休憩なしで100撃つと冬でも重心にも矢が立つ。アイアムアヒーローで重心握ってゾンビの顔殴るシーンは絶対手やけどしてる。それ以外にも矛盾点はあったが、銃所持者としてはあるあるが多々ある映画であった。弾の消費期限とかあるの？一応ある。一年が目安って銃砲店のマスターが言ってた。狩猟用の弾の場合、高いからもったいないんだけど、猟期が終わったら射撃場で消費しちゃうのがベター。期限的な意味もあるけど一番は危ないから。競技でさらわるためじゃなくて、命を奪うために作られた弾だから事故の影響もでかいからね。不発の経験ある？ああ、今のところないな。不発よりもっと怖い、非発ならある。弾でねえなーって思っても、10秒間は銃を的に向けておかなきゃいけないんだ。遅れて出る可能性があるからな。3秒括弧体感で出たんだけど、人生で一番長い3秒間だったかもしれない。不発なんてあるのか、打ち上げ花火でねえなーって覗きに行ったら、飛んでくるあの感じかな？多分仕組み的には同じだと思う。すげえ怖かった。最初の所持の時に所作習うんだけど、まさか役に立つとは思わなかった。周りに銃の事故で怪我した人とかいる？上にも書いたが、先輩の猟友が海外の射撃練習会で亡くなった。ライフル銃の所持者だったんだけど、誤射だって。弾を装填したまま倒しちゃったんだと。あとは知り合いじゃないけど、銃砲店のマスターから聞いたのは猟友からの誤射。獲物だと思われてライフルを3発。うち1発が命中。亡くなったのかまではわからないけど、必ず撃たないといけないわけじゃないから。確実に獲物で、確実に当てられる時しか引き金を引かない方がいいねってお話しされていた。あ、三段はなんか想像外に飛びそうで怖いからですね。飛距離ランキングで言ったら、弾にもよるけど、ライフル。超えられない壁。エアライフル。三段銃。だと思う。意外と飛ばない三段銃。でもどれも当たったら確実に仕掛けがだし、1キロ先は見えないからやっぱり注意が必要。それは他にも狩猟話などで盛り上がっていました。日本で銃を撃ちたいなら、ハンターになるのが一番なのかもしれませんね。皆さんは銃を所持したいと思いますか？